サハラウィの音楽は多くのテンデリン人であるモーリタニアとモロッコ南部の音楽的伝統を共同して分かち合っている。トバルは基礎的な打楽器だが伝統的なタイドネットは後半にエレクトリックギターと置き換えられている。最初のサハラウィの音楽の LP はマーティア・ルリーと名乗るバンドによってポリサリオ・ベンサーと題されたものが1982年に録音された。 1998年から、ヌベネグラ音楽レーベルは、アメリカ合衆国とドイツで、いくつかのサハラウィの CD を市場に出し、そこで、初めて EN、サウス、ザ・ミュージック・オブ・ザ・ウエスタン・サハラと題された、3枚ディスクが、セットがリリースされた。このコンピレーションの中には、歌手のマリアム・ハッスルとレイド、およびギタリストのナヨーム・アラルが、アーティストとして特集されている。 ヌベネグラは2000年のソングズオブザサハランウィメン、2003年のナートソロアルバムをリリースしている。一方、アメリカ合衆国のレーベル、ラウンダーレコードは独自のコンピレーションスターリーナイツインウエスタン・サハラを2000年にリリースした。ナヨーム・アラルは彼の続くサハラ、ティエラ・ミアを2005年にカラバッシュ・ミュージックからリリースしている。2007年11月8日、 タイリスは、サンドブラストレコーズは、アルバムサンドトラックスを西洋の徴収に向けてリリースした。ありがとうございます。